小金目ケイが帰ってきた。豪脚バッテリー第9話の反応集&感想どうぞ。前回のあらすじ。開幕への島、シリアスに始まった。気象イケボすぎる。波打ち際のザラッとした感じいいな。いきなり共犯者話はやめるんだ。中学生なのにわざわざ湘南まで行ったの。勝者とは孤高だからな。誰だこのイケメン。アホじゃないかなめ系だ。中学生でこの色気、何事。これはまさに気象だわ。ギャップありすぎでしょ。これが宮野守るよ。地上かなめ系の魅力が世界にバレてしまう。何が共犯者になってやるだよ。どっか行きやがって。ライラック来た。改めてこのオープニングシーンの歌詞割りがめちゃくちゃいいな。いきなりのでかいげ来た。落差が激しすぎるわ。めちゃくちゃパイゲが開けてる。パイゲを増長させてるツッチー先輩。頭悪そう。純粋な感想。父やパイセンが楽しそうならそれでいいよ。二遊間の傾向大好き。佐藤と鈴木はもうレギュラーなのか。ちゃんとそれっぽい練習ができるようになってる。練習シーンありがてえな。要系の記憶が戻ったら極上めちゃもて地小保守になれるといいね。極上めちゃもて地小保守の語呂がいい。記憶喪失でこんなバカになるのかな。野球やるやつには突っ立ってる暇はねえんだよ。なんでお前らチームメイトにそんな辛辣なんだよ。ワクワクしてるに勇敢かわいい。犯罪は犯すなよ。この仲間にツッチー先輩入ってるの嬉しい。小手差し高校の最寄り駅大泉学園なんだ。佐藤と鈴木も仲間に入れてやれよ。街の背景が細かくて綺麗だな。はたけば治るかも精神。昭和家電スタイルで記憶を取り戻す。脳筋スタイルやめろ。音楽聴いて記憶取り戻そうとしてる。サブカルクソスタイルとかいう悪口。サブカルクソスタイルってどこのポプテキだよ。ちはやのサブカルクソ野郎感わかる。今日もキレッキレのツッコミだな山ちゃん。 CD 買いに来ただけじゃん。ちはやほんといいキャラしてるわ。催眠療法が知性。普通に怖い感じだなこれは。素人が催眠術に手を出したらあかんよ。催眠療法を熱心に語る土屋先輩。土屋さん、オタク出てますよ。オタク特有の早口やめろ。パイセン、そっち系だったか。めちゃくちゃうさんくさい催眠術師。原作よりうさんくささはありましだ。竹中直人さんと稲川淳二さんを足して割ったみたいな。催眠術ガンガンにかけちゃダメだろ。五円玉とか久々に見たわ。二遊間、いい加減にしろ。ワンツージャンゴで眠っちゃった。あんたが驚くなよ。催眠術かけた本人が驚くんか。ずる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 引きずってる。もうちょっと優しくしてあげて。連れて帰り方が雑すぎる。家に着く頃には後頭部なくなってんぞ。その運び方。疲れて寝てるだけだった。ちゃんと練習してたのか。記憶があってもなくても K は K か。 K は K だからずっと言ってるよね。 K への信頼感が半端ない。学校行って部活やって帰ったら晩ご飯を作るの偉いな東堂。俺もこれからアニメ見ないとだから。兄貴が。でその続きは。本巻きになる。兄貴がどうした。今の手の振り意味深でいいな。波が一人分の足跡だけを消していった。催眠術からの海岸の温度さ。面白いよカンヤン。アホになってから点で起きやしないって言い方。気象きた。声が高青年すぎる。パイゲ終了のお知らせ。地上はおかんにお礼言えるタイプなのか。イケメンになってる。アホ声からのイケボになる宮野すげー。反抗期だったのあれ。あくまで反抗期扱いのままなのか。反抗期じゃないんですよお母さん。記憶喪失を反抗期で済ませるなよ。地上復活サブタイトル回収。まさか催眠術の効果が。本当に記憶取り戻したのいいのかこれで。みんな不安になるわ。困難。山ちゃんのことも知ってたの。父や先輩を認識してないところがリアル。状況の把握を30分で取り戻せてくさ。
30分でわかるんだからすげえよ。アホ機関のこと覚えてないのか。絶対すぐ元に戻るパターンのやつやんこれ。みんなで三角座りしてるのじわるな。やだ、カナメ系が地匠みたいなこと言い出してる。山ちゃんのことめっちゃ高く買ってるじゃん。これが噂に聞いた地匠モードか。嬉しくて泣いちゃう山。覚えられててよかったね。モノローグで返事しとる。山ちゃんを褒めて、もっと。清峰がいつになく喋ってる。はるちゃんがこんな大声出したの初めてじゃね。あの清峰がめっちゃ動揺してるだと。従順なワンコになっちゃったよ。清峰さん、あの清峰さんが、言うことを。あの傍若無人の清峰が、手なずけられてる。ゆえが独尊クソ野郎って言い方わろた。クソみたいな3年が最初からカウントされてない。突然の本物宮野守る来た。マジの宮野守る出てきたんだけど。設定資料と中の人の潜在写真。ボイスで宮野守る出てくんだ。配信になったら突然宮野守る全モザ入るとかないよね。絶妙に取れるか取れないかのところに打つのうまい。モブ顔先輩、モブ顔なのにちゃんと守備できてるじゃん。押し付けるんじゃなくて寄り添って野球やるのがすごい。明らかにレベル落ちたところでやってるのに全くイラつかずで企画にアドバイス出せてるのやばい。モブ女の子ちゃんかわいい。なんだそのキラキラエフェクトは。何この超強きイケメン。珍しく女子が出たと思ったら速攻で落とすのか。地匠カナメ系は女子にもモテモテ。極上めちゃモテ地匠保守じゃねえか。これが地匠カナメ系か。イケメンすぎやろ。同じ顔なのにこうも違うか。地匠と地匠、モテモテルートとアホアホルート。地匠もアホも女性経験ないからね。モテてるのに、せっかくモテてるのに。3000と輝く DT の文字。 DT の演出無駄に豪華にしてんなや。おかしいな、金幕の歌が聞こえるぞ。イクシオンサーが DT 難民救済。全部読み切ってるのすげー。師匠、よくわかってらっしゃる。黒斗、ムカつく、かわいい。恋がアーニャなんよ。土屋先輩盛り上がってんな。オタク心に火がつくのもわかる。推しの子みたいになってる。めっちゃ神格化してるな。二次元に近いは褒め言葉なのか。クソみたいな先輩来た。クソみたいな先輩おるやん。師匠モード、チートすぎる。全部クリーンヒット。バッセンでそんな色気放つやつがあるか。苦手のベクトルが違いすぎる。バッティングの策がすげえ。打席から出るのは困りますお客様。これいつまで続くんやろ。急にアホ系に戻るやつ。もうツッチー先輩と一緒におたかつしたいです。山も惚れるレベル。おいに勇敢嫉妬か、山ちゃんにモテたいのか。後方彼氏づらすぎる。こんなに許されし広報彼氏面があったか。ノールックで流れ玉かわした。もうこんなん元忘却バッテリーやん。寝たら元に戻るのかと思ったら日をまたいでる。マジで元に戻ったの。グラウンドがクリームブリュレに見えてきた。グラウンド以外でも地匠。会場乗り込んでアポ取りとかすげーな。前半と後半で人が違いすぎる。地匠かなめけい、火の打ちどころがない。ここで氷川高校出てくるか。氷川戦やりきれるのか。どこで終わるんや。しょうがねえな、からしか取れない栄養があるよね。地匠かなめ系と書いてかっこいいと読むのが世界に知れ渡った。真面目にやればこんなにかっこよくなれるんなら野球やるわ。これ絶対大事なとこでまた記憶失うやつじゃない。大丈夫。こんな感情豊かな清峰は初めて見た。天才バッテリーの真の復活。怪しい占い師は CV 落ち合い福祉か。これまた絶妙なキャスティングだな。戻らんまま終わった。アホに戻ってほしいような欲しくないような、うん、悩ましい。記憶戻ってどうなるかと思ったけどが全面白い。もう地匠には戻らないでほしいくらい。地匠の小姉が予想よりも柔らかい感じだった。独り言とかはもっと冷たくなるのかな。作品が変わってしまった。アホに戻ってオチがついて終わりじゃないのか。いきなり記憶戻っちゃったけどこのまま行くのか。俺はアホのまま甲子園行くと思ってた。
クソみたいな先輩があったボールが頭に直撃して戻ると思ったのに、ミュータイプ並みの回避力見せやがった。アホの子なイケメン好きだから恥性の方が良かった。まあまた戻るだろうけど、地上の時はすごく無理してる感あって見てて辛い。二次元なのに三次元混ざってるのは草。土屋先輩はオタクだから中の人という概念はありなんじゃないの。忘却バッテリー第9は視聴させていただきました。視聴かなめ系復活ということでしたが、普通に中の人のアホとイケメンの使い分けがすごかったですね。そしてたまに出てきたアニオリがかなり効いていて、やっぱりアニメの解像度が高くて大満足です。師匠が皆を覚えていて褒めていた時に先輩たちにも言及していて敬意を払っていたりと、補完部分が素晴らしいです。そして構成もカットされたかあの場面と思ったら、締めのために天才バッテリー復活の下りを持ってきたりと、うまいこと順序を入れ替えたりしてます。土屋先輩の友畑持ち上げは演出もあってかなりパワーアップしてたしな。この一アニメだとめっちゃテンション高い人に見える。本物の中の人の潜在写真出してきたのはクソ笑ったけど、声優さんあんまり知らない人なら誰この人とかなってそう。地上に戻る前の日に別れた時に、山ちゃんがもうちょっと一緒にいたら記憶喪失になった原因がつかめたかも。ってモノローグがあったんですが、そこはカットしてましたね。地上のインパクトを出すためのアニメ勢への配慮かな。でも本当にどうやって戻ったのか様子を見たかってのはありますが、記憶喪失って突然戻ったりするもんなんですかね。そして地上に戻ったとなると、もうあのアホ系は見れないのって心配になってる人もいるかもですが、大丈夫、ちゃんと戻ってきます。どこのタイミングで戻るかはお楽しみに。私は正直アホの地上のがキャラ的に好きなんですが、地上は真面目すぎるからいまいち面白みに欠けるけど、地上は地上で実はここからいろいろと悩んでくることになるんですよね。忘却バッテリーというタイトルの意味と葛藤が始まるのはここからです。そして次回から氷川戦がスタートです。メイン選手は先行してオープニングにも出ているこいつら、多分氷川戦で一気は終了って感じですかね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。